千葉ちゃんの競馬人生。どうも、千葉ちゃんの競馬人生、千葉ちゃんです。今ある全財産が全財産っていうか、これ全部アコムのお金なんですけど、やっぱ一回アコム行っちゃうともうダメだ、めちゃめちゃ行ってしまう。地方競馬も買ったし、で昨日金曜日、僕のこの YouTube をご覧の方は分かると思うんですけど、去年家なくなって友達の家に2ヶ月ほど住ませてもらったんですけど、その友達が地元に帰るということで、飲み行ってきました。でそれ用で昨日2万下ろして残ってんのが今1万3000円なんですね。納豆うまっ。その飲み代も全部アコムの金、マジで納豆うまい。今日は5000円副賞転がしの残った8000円でなんかしよう。うん、これ識別はワイドになってますけど、副賞です。間もなく足元ダートに変わる。多分3も7も副賞買っちゃうと 1.0 倍なんですよ、これ多分どっちも。なんで3-7のワイド 1.1 倍つくんで、ワイドで取りに行こうかなと。まあ、副賞です。だからこれ前の各馬をどうか。その後1馬身差4番手、外に3番シャンバラ、内に潜り込んだ4番手イエマーラ。さすがに、さすがに大丈夫でしょ。ここまで3馬身の圏内で4コーナーね、川田松山、さすがに前の争いは1番さすがにでしょ。並びつけて2番のフォアランナー、ニューダイアリーズ、お前ずっと4着、ずっとデビューから4戦ずっと2着だろ。俺買った時だけ着外とかやめろよ。アイさん来た、アイじゃなくてアイ当たった。進路を探しながら3番シャンバラ、2番フォアランナー、前が詰まって1旦置かれた。はい、これ絶対あれです、 1.0 倍、これ絶対 1.0 倍、どっちも。いや、なんだこのパッチです。ちなみに生まれ 1.3 倍だったんですよね。生まれは 1.3 だったんで、生まれ変えてればよかったんですけど、まあまあまあいいでしょう。 OK、 副賞転がし一発目的中。 OK、副賞転がし2転がし目、これもワイドですけど副賞です。17、1がもう川田が確実に 1.0 倍なんで、7がね後ろから行く馬なんですけどね、まあまあ伸びてきてくれるでしょう。外よりからは11番のレイパーコーン、であとは4番のタッチ、17、2転がし目、福永のが良かったか。いや大丈夫でしょう、いや大丈夫そう、大丈夫そう。並びかけて6番のハマーフェイス、1馬身差の3番手、1番のダノンは来る。先頭まで2馬身のところ、4コーナー回って直線コースに向かいました。ダノンが来た。7、今度はハマーフェイス先頭か、内から盛り返す2番のオッケー、大丈夫そうだね。オッケー、福永じゃなくてよかった。2番の将軍先頭、襲いかかる1番のダノンフィーサー。いや3着は大丈夫でしょ、これさすがに。ダノンフィーサー、今度はダノンフィーサー、さすがに大丈夫。3着、7、うん、3番手争いはハマーフェイスに名村大吾。オッケー、先頭は1番ダノンフィーサー、2転がし目成功。内から将軍盛り返す、並んでこれ福永じゃなくて川島、よかった。福永やめといてよかった。オッケー、2転がし目成功です。まあ副賞ですね、これは。だから 1.2 から 1.4 倍。ベアーザベル、吉田隼人、うん、外からじわじわ来てる。ベアーザベル、吉田隼人、ベアーザベル、来い、ベアーザベル、吉田隼人、吉田隼人、副賞転がし。ちょっと待って、マジでなんか下がってない？ゼロシネが倒してて、先を駆け上がる。その、いや、吉田隼人、レッドバリエンテ上がってきて、残り200を、いや、マジでなんでワイアンブラートが倒してて、さあ、先頭は9番、レッドバリエンテ、なんで
クローが迫る4番のコングラット。めっちゃ弱いじゃん。いやーもう副賞、実際の副賞はもう一発目で終わりじゃん。なんじゃ俺。ゴーハチゴーハチ、みゆき粘って川田突っ込んでこい。なかったことにしろ、さっきまでのなんか全部負けてたやつをなかったことにしてくれ。ゴーハチヘクトパスカル粘って川田、みゆきがなんかかわされ、まあもうなんでみゆきもうかわされてんだよ。もう負けたらかよこれ。うわぁもうもんね、もうマジでおもんね。2番手の先は7番のラエールに迫ってくる。3番のブラックシールド離れた外からアメジストブラック、先頭は何なんだよ。5番のタイヤ砲最小効率、2着は3番ブラックシールド優勢、8番アメジストブラック3番手。アコも行きます。で、まあ、1万だけで、もうもしこの1万のアコム負けたらもう全部下ろします。もうとりあえずもうアコムダラダラ使っちゃうんで、逆に全部下ろします。ただ使えばしない。もうこの今日負けたらもう買わん。もう今日は、まあ、とりあえずもう行きます。とりあえず今日はもう行きます。ローソン銀行へようこそ。川田松山、川田松山未来、川田松山未来、川田松山未来。あー最高だ、みんな最高なとこにいる。うわこれは取りたい、これは取りたい。1、13、16、2くんなよお前、5もくんなよ。やめろよ、余計なことすんのよ。2と5。川田松山未来、川田松山未来、川田はもう突き抜けてくれ。あー13もいい、16の方がでかいけど13がすごく手応えいい。川田ブワーさ、川田が勝てばこれ当たる、川田が勝てば確実に当たる。これ川田させてくれ、川田が勝てばこれはもう絶対当たるでしょう。川田が勝てばよし残せよ13。さすがにあーこれ1番人気2番人気なんですけど、4万ぐらいになるんですよ。 7.8 倍。怒りの馬券行ってよかった。やっぱ怒りの馬たんだな。タガノエスプレッソ、タガノエスプレッソ頼む。25途中調査2着でお願い。タガノエスプレッソ頑張ってくれ。頼むよタガノエスプレッソ。
頭に立ちました。リードを1馬身頑張ってね。これから4コーサン3番手前3頭1塊で2つ目上がるエスプレッソ。この日は4馬身がいて8番レオジョンの4番手さらに。いやきついかな高野エスプレッソ。前から5頭目3コーナーカーブ頑張れ高野エスプレッソ。お重長さん高野エスプレッソきついか頑張ってくれ高野エスプレッソ頑張れ。いやーダメだダメだな高野エスプレッソこれは届かんでしょう。高野エスプレッソいやーこれはさせないわこんだけ離されちゃ無理だ。あーおもろない直線おもろない直線だ。高野エスプレッソ以外みんな前いる。あー面白くないね粘る7番のエイシンクリップリーダーもリードを1番2番お重賞さん追っています。そして内からは8番のレオビヨンド。しかし先頭は7番のエイシンクリップが通り新着は8番のレオビヨンド上がりました。5番のお重賞さん川さんで3着。26これ当たれば当たった金額全部副賞転がしします。そのお金から副賞転がしをします。いいよ2番手福永プレミアスコア26 6番のプレミアスコア2番手に上がって800を切って4コーナーカーブに向かいます。いいんじゃない268番の全のインゴーク先頭リードを1馬身半いいんじゃない。ミライトバロースが2番手その後1馬身7番のチコノスペランサ手応えは良さそう。すごくいい感じに見えるけど第4コーナーカーブいいんじゃない26いいんじゃないワイドは全然いいと思うよ。26プレミアスコア福永福永全然ダメじゃねえかおい6あー大丈夫うわー落馬多いな今日どっちも全然来てないどっちもあー3着は来たか2番多いよ2着4番ディライトバローズ3着2番のアーティスト上がりました。はい副賞は買いません。アブレイズ菅原やれるやれるスタートしました。あールビーカサブランカ遅れてる。まず1コーナーへ向かいます。マジかローザヌワールもなんかあんまいけてねえな。1番ロザヌールスマイルかな押し押して10番ローザヌワールも上がってきます。次は4番ドナアプライエンスアブレイズめちゃめちゃいい足場第1コーナーをカーブしていきます。ローザヌワールがあんまいけなかったのがちょっと残念だけど後方で最後方さあ先頭1番ナーを向かいます。1番のロザヌール先頭リードはハンバーシン、キャムロックアブレイズ、スマイルから3番手アブレイズ、菅原、ルビーカサブランカ、タケコーナーカーブ、残り600アブレイズ、第4コーナー、中間へアブレイズ、菅原10番のローザノワール、4番手さらには4番手、アトライエンテあとは4コーナーへアブレイズ、頑張れアブレイズ、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 頑張れアブレイズ、来いアブレイズ、来いアブレイズ、菅原アブレイズ、ローザムールアブレイズ、ある、アブレイズ、あるスガラスガラアブレイズ来た来た来たアブレイズ来たアブレイズある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 やめろやめろアブレイズ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 ちょっと待って頼む頼む頼む当たれ当たれちょっと中国やめろちょっとアブレイズちょっと待ってやめろ中国やめろおいちょっと待っておい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 誰ですか16番誰ですか知らない人来た誰16番クリノプレミアム誰アブレイズ来たのに。
ウィーワン突破ウィーワン突破